ユニクロの新商品、今回はメンズの紹介です。メンズの新作、めちゃめちゃ売れてます。もともと根強い人気のあったスーピマコットン T のアップグレード版です。少しだけ値上がりしましたが、その分生地がよりしっかりしたものになっています。感度の高いおしゃれなメンズ専用と言ってもいい優秀アイテムです。最初に見ていくのはこちら、スーピマコットンクルーネック T シャツ、半袖1990円。よりしっかりとした生地にアップデートし、上質感のある仕上がりに。東京都の男性からついに復活、だが値段はほぼ2倍に。毛羽立ちが少なく滑らかでクリーンな風合いの超長面 SUPIMA100% T シャツ。東京都の男性からついに復活、だが値段がほぼ2倍に。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。1枚でもレイヤードでも幅広いスタイリングに使いやすいベーシックなデザインとシルエット。富山県の男性から、生地が薄くてサラッとしています。レディース着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。詳しいサイズの比較、カラーを細かく分解しました。はい、カラー63とカラー73とカラー07。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。コーデの色の組み合わせの例です。イエベ、アキさんはスウェットパンツのカラーと相性バッチリ。トレンドのカラーをまとめました。今日のコーデガチャです。新しいコーデに出会えるかも。はい、ユニクロスーピマコットンクルーネック T シャツ、半袖と GU イージーアンクルパンツプラス EC、 丈長め 73.0cm ですね。はい、今回は新商品情報を紹介しました。見ていただいてありがとうございました。この動画はユニクロ、GU、島村、ハウツ、レビューをテーマにお届けしました。